畝の幅だとか、まあ、種芋の間隔だとかっていうのはその二尺に住んで作っている人の畑を見に行った時に収穫している時にね見に行った時に英語にやはりあの小さい芋がすごく多いんですよ。それは何でかなって考えた時にまあ畝幅を広げて種芋を広げてやってもいいんじゃないかなっていうのがスタートなんですよね。病気しかり、まあ、それこそ大きさにしかりまだまだ実験段階なので何がいいっていうのはまだわからないですね。効果的だとは自分では思ってますね。畝幅が広くてバレーションを守る、まあ、布団のような役割、外気が熱いと地べたはさらに3度以上熱くなりますから、うん、その熱が伝わることを考えると、はい、熱い、はい、そうですね、熱いガードでちょっと覆ってるような、そんなイメージが、はい、弱くてね細い茎、はい、何本も立ったと、はい、まあ、芋数ですね、うん、そうですね、しなしなっと、うん、ヘタヘタっと枯れて、逆に茎数はね、はい、3本か4本かもしれない、はい、しっかりとした木、ね、ね、を取って、いいことだね、はい、75センチですね。種の間隔が33センチ。今年はですね、去年までは30センチですね。まあ、農協さんにも聞きましたし、あの前に作ってた加工芋、加工芋バレーションっていうのが大体そういうふうにやってずっと来たんですよね。加工用の収量が、まあ、そのでんぷん芋の収量と近しくなってきてたので、それでも全然構わないんじゃないかなと。あと病気に対しても風通しがいいだとかあると思うんですよね。まあ、熱がこもりにくいだとか、加工用のバレーションでもそうですよね。そのまあ幅が狭いとその小芋が多いだとかっていうのがあるので、規格加工用だと規格ぶどまりがね、一定の規格の中に揃った芋を取りたいっていう、今回は塩分減量用だからただ大きければいいっていうわけじゃない、玉数がつく日もあるから、それをあのしっかりとした大きさに仕上げたいっていうことじゃないか、はい、近年あの十勝でも大津区でもそうなんですけども、早く枯れ込んじゃう。8月中にも茎がね、そうですね、枯れて、うん、はい、後半太る、はい、そうですね、はい、もう基本的に病気に対しての対策が畝幅と、まあ、種芋の幅っていうこともあると思うんですよね。まあ、正直知力もあるでしょうね。あと鉄器防除ですか。まあ、今ね、はい、土壌病害ってね、その半身治療病だとか、はい、ではジャガイモシストセンチューとか、はい、そういう枯れてしまう病害虫ってあると思うんですけど、もう抜本的な対策っていうのはないもんですから、もう一つはこう去年のように猛暑の影響ですね、こうなってしまうと、唯一なんですかね、対策になるんじゃないかなって思われるのは、この今からやられてる畝幅を広げるだとか、そうすることによって多くの土で芋が守られてくるとか、そういったのが効果として上がってるんじゃないかなっていうふうに、決定打となる病害虫防除の技術がない今の中でいきますと、はい、それぞれの皆さん試行錯誤してるんじゃないかな。逆に仮に侵入したとしても最小限未然に防ぐ、そういう予防的な考えですね、で今現在はでんぷん減量用は全て 100% ね、線虫抵抗性に切り替えてますけども、まあ、今後白シスト線虫だとか、そういうね次のシスト線虫にね備えていかなきゃならない。 GPS を利用して自動操作を利用してやっているっていうことですね。いわゆる芋のなる位置ね、そうですね、硬い上に種芋を植えてね、して鳴らせるよりも、じゃがいもの根がこう張りやすい状態を作ってあげる、はい、これはちょっと通常の電源の人はやってないですね。加工用、そうですね、加工用ですね。だから今回協力会見ても加工用の技術をでんぷん減量用に生かしたっていう事例はいくつかあると思う、まあ、いたわりながら、いや、そうですね、作って、ええええ、その作り方が、ね、非常に芋に対して優しいんじゃないかな、はい、
もうその発種をする前に成長するときにやってますね。それで植え付ける前に爪を通してね、はい、植え付けるときも必ずその爪の上に行くっていうのは、はい、相当な技術だなっていう。大体通常の人って一体型でやるんですけど、はい、どうしてもあの肥料が多くなりすぎて、そうですね、あの植えたばかりの芋にストレスかけたり、当然肥料と芋が触れれば、うん、濃度障害だとかそういうものもありますから、別々というか、精度を上げるために、そうですね、ちゃんと芋が33センチ、はい、30センチ、はい、こう等間隔に植えて、はい、なおかつ肥料も10アール当たり70キロに抑えることができ、その肥料をやる精度、はい、から芋を植える精度が非常に、はい、あの高い、はい、今回の実績に現れたのかなっていう、はい、基本的にはどうしたらいいっていうのはないですよね。そこまで正直言うと言ってはないです。一番重要なポイントはやはりあの中札内のその農家さん個人個人って結構その知識も技術も高いんですよ。だからそのまあ農協さんの話でありその組合さんの話をだからたくさん聞いて、まあ種馬屋さんの技術であり種馬さんの農薬のやり方っていうんですかっていうのも教えてもらったり、本当に自分一人だけではできないので周りのみんなに聞いてやってみて出た結果だって自分で思うんですよね。特にね、でんぷんかはね、あの一般的な話ですけども、立ちっそ肥料を、ね、やればやると下がるんですね。茎に栄養がいって、はい、芋にでんぷんが蓄積悪くなるんですよ。先ほど言ってる10アール当たり70キロ、はい、決して多い方じゃないし、はい、そのなんかありますよね、勉強会毎年、ね、はい、普及センターなり、はい、まあ、ここで言えば東業さんに行ってね、はい、東業が開催する技術懇談会、はい、そういったものも、はい、結構出席率が高い、はい、うちの場合だともうかれこれ僕がこっち来た頃から、そうですね、30年ぐらい、うん、大体7割以上は間違いない。そうですね、7割から75、7割5分ぐらいで非常に出席率もいいし、はい、勉強熱心だし、そうですね、加工バレーションの方から、まあ、電源バレーションに変わったっていうのはもう人手ですよね。それを、家族労働で、ね、期間たら長いよね。長いですね。それを共同でやってたんですけど、だいたい丸々1ヶ月間永遠に芋掘りなんですよ。まあモチベーションは一つですよね。周りにやはり自分より優れた人がいるので、まあ追いつきたいなっていうのもあるし、まあ、正直やってれば農業を営んでれば負けたくないなっていうのが一番じゃないですか。あの大島君とこね、去年たまたま単発的に取れたわけじゃないんで、実は去年の実績からいくと村の中では3番目ぐらいかな。そうですね、なんですけども一昨年も上位、先おととしも上位ということで、この取れたり取れなかったりしてる中でね、なぜこれだけ安定して収量がね一定水準以上取れるんだろうって、それを見た時にはあの村内では一番だなと、特に安定性ですね、はい、それが大きいと思います。